遠くなってから5000万年が経過しました。この時期には小型哺乳類をはじめとする小動物が発達し、徐々に数や種類が増えていき、気候の変化により大きく対して中心性には動物の主流となった。この時期、アフリカ、アラビア半島、インドは北西に向かって移動し、大陸が現在の位置に向かって移動し続けているため、地球の姿も変化し続けている。時代が進むにつれ、まず地球規模での冷え込みが起こり、大気中の水分吸収能力が低下し、その結果気候的には乾燥が進みました。地球上では現在の気温よりも最大で5摂氏程度の全般的な温度上昇が徐々に起こっており、これは中心性の気候最適期と呼ばれる現象です。アフリカが2つに分裂し、大陸の動物は孤立し、猿をはじめとする多くの動物が自然災害の影響を受けている。世界の断層が形成され始め、この断層の西側には長さ数百キロの山脈が出現し、インド洋からの湿った海流が通らないため、雨が大陸の内部にまで届かない。上部中心性では降雨量が少なくなったため、各地の熱帯雨林が衰退し、森林も大幅に減少しました。これらの新たな気候学的、地理学的条件は、西側の生態系、ひいては生命に大きな影響を与えることになる。この地域の動物層は、サバンナに生息するものと森林に生息するものに分かれており、その条件や適応戦略は全く異なる。サバンナに住む人々は、自分たちが発展してきた樹上の環境が失われ、身を守り、食べ物を簡単に手に入れることができなくなり、生活ができなくなり、生活ストレスが増大します。動物と同じように、植物もこの変化に適応しなければならず、一部の種は消滅したものの、中心性に存在した動物や植物の大部分は、現在も残っていることは重要である。このような環境下で、約1000万年前に、共通の祖先と呼ばれる、木の上に住んでいた奇妙な哺乳類が、新しい領域を探索するために、単純な方法で、短い旅をしながら地上に降り始めたのです。これは、何百万年にもわたる段階的な進化の始まりを意味します。私たちの歴史は、700万年前から600万年前にかけて、私たちの種としての家系の中で、最初の人か動物である、プレ・アストロピテクスから始まります。